皆さんこんこにちは大事です先日、えー、10代の方の相談に乗っててで何だったかっていうとねもうとにかく、えー、お父さんに口うるさく「あのー、ねもっと真面目にやれたの,あの一つのことに打ち込めたの」って言われてそれがすごいしんどいんだっていう話でねで聞いたら、えー、お父さんはあのー、まあ もうそそれこそ小学生ぐらいの頃かなあ、まあ、音楽家でねでだからもうやると決めたことをずっとやり続けてで、えー、生きてきた人でそれはそうだねその人の世界観からしたら一つのことをやり続けろってなる。でも本当に言いたいのは一つのことをやり続けろじゃなくてお前にもなんかきっと才能とか向いてることとかがあるとかね、えー、何かをものにしてでそれで生きていくとかってしてほしいとかできるんじゃないかとかってそういう思いだしもっと根底にあるのはあの。 えー、安定してとか、えー、不安なくとか何か、えー、打ち込んでとか、えー、心配することなく生きてもらいたいとかあのそういう思いなんですよね。でところがやっぱり、あのー、これをしなきゃダメなんだとかこういう生きしなきゃダメなんだとなるともうそれに従うかあとはもう反発するかしかなくなっちゃう。だだからまあ非常に変ななアドバイスなんだけど、あのー あんまり真に受けちゃダメだよとで、えー、無視するっていうのもね辛いんだろうからって、まあ、真面目な子なので,で、まあ、聞いてで,でも聞き流したっていいんだってあのそれはお父さんが言いたいのは一個のことに打ち込めということじゃなくてなんか、えー、得たいこと見つけろとかもしくは自分の人生生きろとか安定して生きろとか心配なく生きろって、まあ、言いたい、ね、そうあってもらいたいと言いたいだけで。 でだから何か否定されてるように感じてもあの自分はダメなんだと思う必要もないしお父さんに反発する必要もないしお父さんお父さんで何か大切なメッセージを伝えたいんだと思うよと。 そうしたらね「聞き流してもいいんですか?」って言われて「<laughs> まあ聞き流してもいいよ」と「一生懸命聞いてる風が良ければそれでもいいしあのまあ時にはでも自分にはできないしんどいって言ってもいいけどで,でも話分かってもらえなくて大変だってなったら別に聞き流したっていいと思うんだ」ってお父さんが言いたいのは本当はね「お前はダメだ」って話じゃないんだからと。あのねやっぱり えー、カウンセリングやったりとかあのまあコーチングでもそうなんですけど対人コミュニケーション扱ってるとね人間はみんな本当に言いたいことを言ってるわけじゃなくて、えー、言葉のあやというか <laughs>、あのー、なんかね本当に。 一番確信のとといいいいうか本当の目的を伝えてないこともいっぱいあるんですねだから父さんの本当に言いたいことは何だろうと思いながら聞いてるとあのいうことでもいいしあ,のあまり真に受けなくてもいいんじゃないかと親に受けすぎなくてもです、ね、いいんじゃないかというようなことを言ってました。えー、まあそういうことありますもんね。ということです参考までそれでは。